ドスケベ女、セックス生電話、なんということでしょう。会員番号は私の電話番号なので放送で出ないように。ああ、了解了解。このサイトの電話番号はどれ？ありがとうございます。本当に。神様、仏様、リスナー様。いや、いただきました、皆さん。初回4000円分無料。おお。お待たせいたしました。お相手の方とおつなぎいたします。もしもし。もしもし。あ、もしもし、はじめまして。もしもし、はじめまして。はじめまして、どうも。38歳、俊と申します。何さんし。俊です。俊さんですね。はい。あなた39は歳、エリです。39歳のエリさん。39歳、エあ、年リ上でのす。方なんですね。はい。エリよさろんしはくお願いし今日ます。このサイトで何をお望みですか？ちょっとエッチな、性欲の強い男性の方との出会いを。出会っちゃいましたね。本当ですか？出会っちゃいましたね、そ本当れですは。か？もう、出会ってます。僕は性欲の王です。毎日、性について考えています。本当ですか？はい。エリさんもですか？私もはい。毎日のように、男ああ、性のズええ。ボンのジッパーのところに注目しちゃああ、街を歩う。いてると男性のジッパーに注目をします。社会の窓に。あ、そうです。わかります、それ。僕もですね、女性のスカートの中。いつも胸じゃなくてですか？注目してるんですよ。胸よりお尻、鼻僕ですはか？そうですね、お尻ですね。お尻いでつすか？も階段の段数が多いところで、いつも見上げて見てるんですよ。はい。見えますか？いい眺めだって。たまに見えますね。エリさんのも見てみたいな。見られたい。いいですか？ええ。タイトスカートのうん。制服姿、足、見られたい。うん、いや。会話が終わりました。てか、ババアどうでもいいんだけど。なんやねん、39ってバカか。てかさ、お待たせいこのたしサイまトしガた。チでババアお相しか手いのねえ方じゃん。となんおかつなぎ若いいた子いしないます。の？今から遊びに行くの。もしもし。もしもし。もしもし。はじめましこて。んばんこんは。ばんは。エッチなこと希望です。いいと思います。ありがとうございます。エッチしますか？ええ。そんなに上手にできるかあれなんですけど。いや、いいです、全然。僕、大丈夫です。そうですか？はい。エッチしましょう。ちなみに何歳ですか？年言わなきゃダメですか？いや、大丈夫です。僕は48歳です。まあ、素敵ですありがね。とうございます。ちなみにエッチなことっていうのは、これどうやってやるんですか？いや、私もそんなよく慣れてないので、どうしていいのかちょっとわからん。自分でリードっていうのはちょっとできああ、ないじゃあ僕ですからね。言えばやってくれる感じですか？
やるっていうか、ええ。2人でだったらええ。感じれるかなと思うんですけど、なんああ。か1人で、じゃあこうしてごらん、してごらんって言われると、ええ。なんかだったら1人で女にするんよっていう感じになっちゃうんですよね。いや、まあでもとりあえず舐めてほしい。どうやってやったらいいんですか？いや、とりあえずチンコ舐める。どういうふうにやればいいんですか？いや、舐めたことあるでしょ。やりますけど、で、それを今やるっ言うほつってんの。ど本物をしゃべったときに音なんか出ないんですよね。いや、出るし。出ないです。いや、出るし。本物喋ってるときに音出ないですよ。いや、出るし。出ないでまあ、じゃあ、それはちょっと出してもらって。す。どうやってやるのかわかんないんですよ、それが。まあいいよ、じゃあ、とりあえず自音出分なでくてもいいは。から、音出なくてもいいから、じゃあ、なめて。わかりました。はい、お願いします。今のこのテンションで感じられます大か？丈夫です。お願いします。わかりました。お願いします。もう舐めてます。気持ちいいです。キュンで本す。当ですか？キュンです。出ます。もうですか？出た。早いですね。おしっこみたいですね。会話が終わりました。